こんにちは、フロートリフチャンネルです。ペチニアとともに毎年新しい品種が登場してきているカリブラコア、こちらのもの今までにない花の色合い、そしてこうストライプのように入る筋が非常に可愛らしい品種だと思います。こちらのようなカリブラコアはとても丈夫です。夏でもどんどん花が咲いてくるので、定期的に液体肥料をやって長く花を楽しんでみてはいかがでしょうか。もちろん刈り込んでやることによって2回3回と花を楽しむことができます。毎年新しい品種が登場しているカリブラコア、今年はこの花に決まり。